早速質問に入らせていただきたいと思いますが、私たち国民主党はこの法改正には賛成の立場であります。そのことを申し上げた上で、質問に入りたいと思います。まずこの間ですね、今の質疑でもありました、空き家はどんどん増えてきているわけでありますが、その背景にはですね、日本の人口が減少時代に入ってきたことがあるんだと思います。そして今後ですね、人口はますます急速に減っていく、そういうフェーズに入ってきておりますので、このままだとですね、これから空き家はもっと加速度を増して増えていく、特にですね、2025年問題と言われる問題でですね、これ高齢者の団塊の世代の皆さんが75歳以上の高高齢者になると、これいろんな他の社会保障とかそういうところの問題でも言われていますけれども、この空き家の問題もこれ2025年問題ってやっぱりあるんじゃないかと。どういうことかというと、やっぱり団塊の世代の皆さんが高高齢者になると、お元気であってもさすがにだんだん持病がつくと亡くなる方も一気に増えてきてですね、2025年以降というのは亡くなる方がどっと増えて、で結局その後が空き家になると、そういった意味でですね、これ2025年以降ですね、空き家が急増されることが懸念されるんですけれども、今回の改正もう目の前2025年ですが、こういうですね、今後起きることが十分想定内のこういうですね、空き家の急増、そういったものにですね、対応できるのか、そうしたことにならないような、そういう事態は回避できるというふうに大臣はお考えでしょうか。委員長。斉藤国土交通大臣。はい、今、古川委員おっしゃるように居住目的がなく管理不全となる恐れのある空き家は平成30年の住宅土地統計調査によればこの20年間で約182万戸から約349万戸へ約 1.9 倍に増加し、今後は2030年に470万戸程度になると見込んでおります。こうした状況を踏まえ、今般これまで進めてきた除却等を一層円滑化する措置に加え、空き家の状態が悪化する前の段階から有効活用や適切な管理が図られるよう、本法案に必要な措置を盛り込みました。また、令和5年度予算や税制において、空き家の除却活用への支援を強化するとともに、空き家所有者への普及啓発など、本法案以外による措置も総合的に強化することで、地域活性化を図りつつ、地域住民の生命、身体や生活環境の保全を図ってまいりたいと思っております。中でも現に悪影響を与えている特定空き家や管理不全状態の空き家、計約26万戸につきましては、当面5年間で15万戸という、従来よりも高い目標を掲げて、除却等の対策を着実に進めてまいります。除却の推進と、そして活用ということが今回の法案の大きな柱でございます。古川君。それはいいんですけれども、本当にそれでですね、今後、もう今やっぱり、多分大臣の地元でもそうだけど、うちの地元でもですね、本当にやっぱりご高齢だけで住んでいらっしゃる世帯多いんですよね。でそういう人が亡くなった後に、大体もう息子さんとか娘さんとかもう出ていっちゃってる、で自分たちうち持ってる、間違いなくこれ、空き家になるんですよ。ですから、今回の法改正、もちろん大事だと思うんですけども、これ、空き家になってからっていう形ですよね。やっぱり そうなると、うちはご存じのように、家っていうのは人が住まなくなるので、一気にこう、朽ちていくというか、悪くなっていくんですね。ですから、これはですね、私、この問題というのは、このそれこそ本当に2025年を迎えて、団塊の世代が高高齢者になって、さすがにこうお元気であっても持病になって亡くなる方がどんと増えてくる、その前にですね、その亡くなった後もうその家族関係とか考えればですね、あるいはこのその家族での土地の家の所有関係とか考えれば、空き家になるだろうなというですね、そういううちは想定十分できるわけですから、やはりこれは早めのうちにですね、対応、何らかの対応することが重要ではないかと、そういった意味では、この間のですね、空き家対策というのは、空き家になったけら行動するというのが、やっぱりそこが中心に対策講じられてきたんですけれども、これからのことを考えるとですね、やはり近い将来、空き家になる可能性が高いと想定されるような家屋についてはですね、空き家になる前に、その後の活用がちゃんと、まさに今、団塊世代の皆さんがだけ住んでて、その後空き家になりそうだったら、生きてるうちから亡くなったとか空き家になった後には、その後の活用をどうするとかですね、その処分をするどうするのかとかですね、やはりそもそも、空き家にならないようにね、そういう、こう
空き家になる前の対策っていうものにもっと力を入れて取り組むべきじゃないかと思いますが、いかがですか。委員長。斉藤国土交通大臣。はい、全くその通りでございまして、まあ、今回の法案もそういう基本的にそういう考え方に立っております。空き家の半数以上は相続に伴って発生していることを踏まえますと、まあ、できるだけ空き家とならないよう所有者の生前から所有者やご家族に、まあ、住宅を空き家としないとの意識を持って必要な準備を進めていただくよう促すことが大事だと思います。まあ、こうした所有者などによる取り組みは住まいの終活とも呼ばれておりまして、所有者が亡くなった住居を売却するか賃貸するか誰が相続するかなど家族間で相談しておいていただいて、相続発生後に空き家のまま放置されることを防ぐことが必要だと期待されます。このため生前から住まいの対処方針を決めておくことの重要性や、空き家を所有し続けることに伴うリスク、例えば空き家は傷みが早く資産価値も低減することにな低減することなどについて、国や地方公共団体、さらには今般創設する支援法人などから所有者などに周知し、所有者の皆様方などの行動を促してまいりたいと、このように考えております。古川元久君。まあ、一定程度その取り組みはされてるんですけれども、やっぱりまだまだそこのですね、空き家になる前の対応というのが不十分じゃないかと思います。今回の法案でもですね、もう少しやっぱりそこのところを踏み込んでいくことが早急に求められるんじゃないかと思うんですね。まあ、そうした視点だと思うんですが、空き家対策モデル事業というのが行われてますよね。これまで空き家対策を加速させるべく、まあ、民間事業者が空き家の発生防止等の抜本対策に取り組むモデル的な取り組みについて支援を行って、その成果をまあ全国へ展開をしようと、まあ、そうした発想でですね、住宅市場を活用した空き家対策モデル事業というのがまあやられてますが、採択された事業がですね、まあ、中にはちょっとその実施段階においてですね、本当にこの事業の趣旨、目的に適合しているか、また弁護士法とか司法書士法などですね、各種法令に触れてんじゃないかと、まあ、そういう疑念を持たれるような、まあ、そういうですね、事業もあるという話も聞きます。こういうところですね、ちゃんときちんと確認すべきではないかと思いますが、いかがですか。塩見住宅局長。お答え申し上げます。事業の趣旨、目的への適合、あるいは法令への抵触ということでございますが、先生ご指摘の空き家対策のモデル事業におきましては、まず提案の採択をするにあたりまして、提案の内容が本事業の趣旨、目的に十分適合しているかなどの観点から評価をいたしますとともに、事業の実施にあたり、関係法令を遵守するように求めているところでございます。また事業の実施段階に入りました後におきましても、年度の途中で中間報告を求めまして、提案通りに取り組みが実施されているかなどの確認をいたします。また必要に応じ、補助対象事業に関しまして、補助金交付の目的達成に必要な法令への適合、まあ、これを確認することとしてございます。古川君。まあ、ぜひそこはしっかりですね、チェックをしていただいて、まあ、問題があればですね、採決取り消すとか、まあ、そういう必要な措置を取っていただきたいと思います。次には法案の関係でご質問したいと思うんですが、管理不全空き家等に指定された、やですね、管理不全空き家やですね、特定空き家に指定されて、勧告等を受けた人の中にはですね、まあ、その勧告等をちゃんとこう対応してきちんと対応できる、そういう能力や視力が不十分な人やですね、まあ、親族の支援が受けられないような、まあ、そういう高齢者なども存在するというふうに思われるんですけれども、まあ、こうした人たちに対してはですね、まあ、本人のちゃんと権利を守っていく、まあ、そうしたためにもですね、成年後見人や財産管理人、まあ、こうした制度があるわけですから、こうした制度をですね、積極的に活用するようにすべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。塩見住宅局長。お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、所有者が高齢の方の場合には、経済的に困窮されている方も多く、またノウハウの面でも不安を持たれている方が多いと思います。まあ、今回の法案におきましては、空き家を適切に管理していただく上で必要な具体的な対応を国が指針としてお示しをし、まあ、所有者に自主的に管理していただくということを促しますが、まあ、これに加えまして、先ほど来ご指摘いただいている支援法人が、
所有法人に寄り添って相談に応じる、また委託を受けて空き家の管理を行う、こういうことも可能としておりますことで、まあ、所有者のノウハウを保管するということもしてまいりたいと思います。また高齢の方が意思能力に欠けるという場合もございます。そのご親族に対しまして、成年後見人制度の活用を助言させていただき、本人に代わって後見人にいろんなご対応をいただくということも考えられると思います。また今回の法案で、市町村が裁判所に対しまして管理不全建物管理人の選任というものを求められることにしてございます。この管理人が所有者に代わりまして空き家を適切に管理するということも考えられますので、こういった制度の積極的な活用についてもぜひ推進してまいりたいと思います。資金面につきまして不安がある資力の少ない所有者がおられる場合には、その所有者が行います空き家の除却に対しまして市町村が支援を行います場合には国としてもその一部を支援するということにし、こういった取り組みによりまして所有者の実情を踏まえた空き家対策を進めてまいりたいと存じます。古川君。もともと成年後見人制度とか、財産管理人制度というのは、そういうために、作られているものですから、ぜひそういうのを積極的に活用するようなですね、そうした取り組みをしていただきたいと思います。次にちょっと法務省の方に伺うことになると思いますが、空き家所有者埋め土地対策として来年4月から行われる相続登記の申請義務化についてお伺いしたいと思います。この相続登記の申請義務化についてですね、今年の3月実施の調査だと、来年4月から、登記の申請が義務化されることを知っているという人は、わずか 27% と、まだこの新しい制度に関する国民の認知度は非常に低くてですね、これもっとですね、国、自治体、関係業界を挙げた国民運動的な周知広報活動が必要で、これは国としてですね、こうした取り組みを積極的にリード、そしてまた財政的にも支援していくべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。法務省、松井大臣官房審議官。お答え申し上げます。空き家や所有者不明土地の発生を予防するため、令和3年に不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。これによって、相続により不動産を取得した者は、その取得をした日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務となります。相続登記の義務化は、令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産についても適用対象になるなど、国民に大きな影響を与えるものでございます。このため、手続きの負担軽減策を含めて、国民各層に十分な周知を図ることが重要でございます。法務省ではこれまでも新制度に関するポスター、パンフレットや新制度を解説した漫画の冊子を地方自治体や登記の専門家である司法書士会などの専門資格者団体に配布したり、専門資格者団体や福祉団体、不動産業界、葬祭業界等と連携した説明会等を実施したりするなど、円滑な施行に向けた広報活動に力を入れているところです。法務省としては新制度が国民各層に十分認知されるよう、全国の自治体や専門資格者団体はもちろん、各地の公共的団体、福祉、経済団体などとの具体的連携を全国各地で一層進めるとともに、引き続き省庁横断的な広報活動にもしっかりと取り組んでまいります。古川元久君。本当にもう1年切ってるわけですから、積極的にですね、これはいろんな方々のですね、力を借りてですね、広報していただきたいと思います。今後ですね、数百万人がこれ、相続登記を行うことが必要となる中でですね、やはりこれ、専門家によるサポートはこれ、不可欠であってですね、そのためには、各自治体に専門家によるこう相談窓口を開設するのが適当だというふうに思いますが、これは国はですね、今もやってはいるようですけれども、もっと積極的にですね、自治体に対して相談窓口を設置するように働きかけるとともにですね、窓口作れっていう以上は、ちゃんとそのための財政支援、こうしたものもちゃんと行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。法務省、松井大臣官房審議官。お答え申し上げます。ご指摘のとおり、来年4月1日に施行される相続登記の申請義務化により、相続登記を行うことを検討する国民が増えることが予想されますが、登記手続きの経験や知識がなく、ご自身での対応が難しいと感じる国民も多いと考えられます。そこで法務省では、
国民目線で相続登記の手続きを分かりやすく説明したハンドブックを昨年12月に法務局ホームページで公開をしたり、一般の方向けの新制度説明会を開催したりするなどの対応を行ってきたところですが、登記の専門家である司法書士や国民に身近な地方自治体などとの連携を図ることも極めて重要と考えております。法務省ではこれまでも法務局と司法書士会等が連携した相続登記についての相談会を実施したほか、相続登記に関する専門資格者の相談窓口を記載したパンフレットを地方自治体等に広く配布したり、自治体職員向けの勉強会を開催したりするなどの取り組みを行い、地方自治体の対応を支援してきたところです。法務省として引き続き専門資格者や地方自治体とも連携の上、ご意見も伺いながら相続登記の義務化に向けた必要な環境整備に努めてまいります。古川君。これはもうしっかりやっていただきたいと思います。で、この相続登記の義務化はですね、これは、もちろん基本は法務省なんでしょうけれども、やっぱり空き家対策とか消費者不明土地対策ということを考えると国交省も非常に関係しているわけでですね、でこの相続のはについては、これは登記の専門家、これは司法書士の皆さんですから、これ司法書士を活用することが適当だと思うんですが、そういった意味ではですね、司法書士会とか、はこれは所管が法務省ですから、今までやっぱりこう関係はね、やっぱり法務省との関係が消費業界では強かったんだと思いますが、今後のですね、やっぱりことを考えるとですね、これは国土交通省もですね、その司法書士法を所管しているわけじゃないですけれども、この司法書士業界とのですね、やっぱり連携、あるいはこう、普段からのですね、交流、こうしたものをですね、もっと密にしていく、強化すべきじゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。委員長。斉藤国土交通大臣。はい、司法書士の方々は相続登記などに知見をお持ちであるため、市町村が空き家所有者を探索する際にご協力いただければ空き家対策の推進が図られるものと、このように考えます。また空き家対策において司法書士の方々に期待される役割は大きく、このため国が定める基本方針などにおいて市町村が設置する協議会の構成員として参画いただくことなどを明記しております。また国土交通省ではこれまでに空き家対策モデル事業により地方の司法書士会が県や市と連携して空き家対策の市民講座の開催や啓発パンフレットの作成等を行う場合にこれらを有料な取り組みとして支援してきたところでございます。相続登記が促進されれば空き家の所有者探索が迅速になり空き家の活用も円滑になることから、国土交通省としましては今後も司法書士の方々との連携を進めて深めてまいりたいと思います。古川君。所管する法務省があまりいい顔しないかもしれませんけど、これやっぱりね、国民の立場に立ったら、やはり国交省と司法書士の皆さんともね、しっかり連携して、そういう登記、ちゃんと進めてですね、空き家や所有者不明土地を少しでも少なくすると、大事なことなんですので、ね、ぜひこれ、積極的にですね、進めていただきたいと思います。時間になってまいりましたが、最後にちょっともう一問ですね。今回のこの空き家ですけども、私は地元なんかでもですね、よく不動産関係の話をしていると、古川さん、これからね、とにかく賃貸のアパートとかマンションの空き家が、空き室の問題が本当大変な問題になってくると、今でもだんだんね、そうした空き室が増えてるんですけども、一方でですね、どんどん新しい、もう今、賃貸アパートとかね、マンション建ってるんですね、最近、戸建てなんかは減っても、一方で賃貸のマンション建設なんかは増えていると、結局、新しいのでできると、古いところから新しいところに移ってですね、人口が増えてればいいですよ、しかし人口がどんどん減る中ではですね、これからどん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 、この古いものを中心にですね、アパートとかマンションの空き室っていうのはやっぱ増えていく。でこうやって空き室が増えていくと、やっぱり人がたくさんちゃんと入ってるアパートとかマンションであれば、治安もよくいいんですけども、逆に空き室ばっかりになると、やっぱりそこは治安上も悪いし、それこそね、私もちょっと聞いたら、いろいろいわゆるこう、詐欺グループなんかの、空き室が、住所だけがこう使われたりとか。いろんなですね、そういう犯罪の温床にもなりかねないと、そういった意味ではですね、この
空き家の問題と同時にですね、このマンションとかアパートなんかの賃貸のですね、そういう空き室の問題、まあ、こうした問題もですね、そういうスラム化とかする前に、今のうちからやっぱり本格的な対策を講じる必要があるんじゃないかと思いますが、大臣のご見解を伺いたいと思います。斉藤大臣。今後老朽化が進む賃貸アパートや分譲マンションにおいては、空き室の増加に伴う管理不全を招かないよう、適時適切に修繕工事を実施し、必要な管理状態を保つとともに、長寿命化工事の的確な実施が重要と考えております。まず賃貸住宅につきましては、特に個人オーナーの方々が計画的に修繕を行えるよう、ガイドブックにより修繕工事の必要性や概算費用などを周知するとともに、計画的な修繕費の確保に資する大家向け共済制度の普及を図っております。また分譲マンションにつきましても管理組合の合意形成を支援し、マンションの長寿命化に資する修繕工事を促す税制上の優遇措置を本年度から創設いたしました。さらに法務省における区分所有法制の見直しでは、集会の決議を円滑化する仕組みなどの検討がされており、国土交通省でも有識者の検討会で空き室が増加する中でも適切な管理に必要な方策について、これからしっかり検討を進めていきたいと思います。同じ問題意識を有しております。古川君。これから急速な人口減少でですね、間違いなくこの空き家や空き室増えていく、もうそれ想定できますから、やっぱりそのなっちゃう前にですね、そういう空き家や空き室になる前に対応ということで、ぜひですね、国交省、斉藤大臣もとですね、リーゼントを取って進めていただくことをお願いして質問を終わります。ありがとうございました。